嘔吐とは、口から胃の内容物を吐き出す行為、または症状である。嘔吐により吐き出されたものを、吐砂物、俗語では、下ロや、ヘドと呼ぶ。また舌の奥に指を入れたりして、吐き気を催すことを、嘔吐反射という。咳、くしゃみ、射精と同様、反射であることから、本人の意思では、制御できない。一般に、過度の飲酒や接触、腐敗。 変質した食品の摂取、過度の運動、体調不良などの際にまず脳内の、オート中枢が刺激され、吐き気を催し、それに続いて嘔吐する。ただし、特に乳幼児や泥酔している場合など、吐き気が来ないままいきなり嘔吐する場合もある。また、車や船舶、遊園地の遊具などで長時間もしくは激しく揺れる、環境下にあった場合、乗り物酔いが発生して、 嘔吐に至る場合がある。この他、高温になる兵所、きつすぎる衣服、帽子、ヘルメット、日本髪のかつらなどの重量があったり群れたりするものを長時間着用した場合や、他者の嘔吐、土砂物や排泄物などを見たり聞いたり、各種の悪臭を嗅いだり、不快な映像、音声を見たり聞いたりした場合にも、精神的なストレスから吐き気、嘔吐を引き起こす場合が多い。 オート行為を強制的に停止させようとすると、パニック状態に陥る場合がある。ラテン語で書かれた14世紀の健康指南書である、健康前書の写本の一つより診断の手がかりとなる、情報としては24時間以内に摂取した食物や、旅行歴のほか、腹痛、下痢、便秘といったその他の腹部症状、排ガスや冷や汗の有無など重要である。排ガス。 排便がなければ閉塞性の消化器疾患が疑われる。既用歴に腹部の手術歴や心疾患、糖尿病、産婦人科的な疾患歴などがある場合は、それが影響している可能性がある。周囲に同様の症状の人がいれば、食中毒の可能性もあり、アルコール退院歴は AKA の手がかりとなる。内服薬も嘔吐の原因の手がかりになる。 バイタルサインでは意識障害、呼吸不全が認められる場合や、高血圧な割に除脈というクッシング条候が認められる場合は、中枢性疾患を疑う。発熱が認められれば感染症、除脈や不整脈が認められれば、心血管疾患、呼吸不全が認められるときは、土下といった代謝性疾患も疑う。発熱、嘔吐を伴い消化管感染を特に疑う。 下痢の症状がない場合は、髄膜炎も疑われる。髄膜炎を疑う、不髄運動や皮質症状、高熱、髄膜刺激症状が認められる場合は、頭部 CT 撮影後、腰椎穿刺を行う。特に細菌性髄膜炎は緊急疾患である。経口摂取、経口薬の内服が不可能であり、脱水している場合があるため原則としては、採血、点滴を行う。 検査では閉塞性疾患を考える場合は、まずは、腹部単純 X 線撮影を行う。肺ガスや肺便の停止が認められる場合は、非常に重要な検査となる。重篤な疾患の見落としを避けるには、頭部 CT や心電図、尿検査を行う。血糖値が 250mg、デシリットルであれば、度下を疑い、動脈血液ガスや尿中血ン体を測定する。 機能的な閉塞は、腹部単純 X 線撮影が分かりやすい。これは必ずリツイート外で撮影を行う。機械的な閉塞、大腸んや公約性イレウスを疑う場合は、造影 CT を検討する。公約性イレウスの場合は、複水の貯留が認められることが知られ、単純 CT でも見分けることができることもある。悪心、嘔吐は塩水にある。 嘔吐中枢によって制御されている。消化器、心臓、前提、脳実質の障害によって嘔吐は誘発される。中枢神経系の障害による嘔吐は悪心を伴わないのが一つの特徴である。消化器の異常が最も多いがそれ以外の疾患も数多い。特に急性間症候群が悪心、嘔吐のみしか認められないことがあり注意が必要である。 診断学上は下痢といった株消化器症状の有無が重要である。株消化器症状が認められる場合は、中毒によるもの以外は消化器疾患である可能性が高い。特に見逃すと重篤な疾患としては、脳内病変としては脳出血や髄膜炎が上げられる。無痛性心筋拘塞は糖尿病患者や高齢者で多いとされている。糖尿病性、 ゲトアシドーシス、アルコール性ケトアシドーシス、人右人炎、妊娠、肺血症、高薬性イレウス、急性胆脳炎、急性膵炎などが重要である。これらの疾患は下痢といった、下部消化器症状を伴わないことが多い。悪心、嘔吐を起こす疾患としては、具体的には、以下のような疾患が考えられる。茶化色食である鮮血を吐く、咳き込んだ際にも血液が混じる。 嘔吐物が、気管に入らないように頭を下に向けて吐かせる。吐くだけ吐いて、すっきりさせる。気分が悪く吐きそうだが吐けないなどの場合は、指を下の奥に入れるなどの嘔吐反射を用いる。特に周期が不快感を模様させるため、吐射物の処理は死亡などを物全般に順次また音に際して着衣が汚れないよう注意を必要と、する。吐いた後は、 十分に水分及び塩分補給をすべきであるが、その際に冷たいものを飲ませるとそれが胃に刺激を与え、さらに吐いてしまう場合がある。そのため、体温程度に温めたスポーツドリンクなどを与えるのが望ましい。意識を失っている場合や、意識がはっきりしない場合などは、嘔吐の後に窒息する危険性があるため、喉の奥や鼻腔の中に吐砂物が詰まっていないか注意する必要が、 ある。緊急的には、指でかき出したり、後ろから抱きかかえて、水落ちを斜め後ろ髪型に押し込んだりするなど、喉の奥に物が詰まった時同様の処置をする。乳幼児の場合などでは、逆さにして、背を強く叩いたり、大人が口で幼児の鼻と口を覆って、吸い出したりすることも行われる場合がある。吐かせた、または吐いた後は、患者に回復体位を取らせるのが望ましい。 回復単位を取らせるのが難しい場合は、嘔吐物により窒息しないために、体を横に向けて寝かせる。特に意識が朦朧としている場合や意識を失っている場合、嘔吐物が気管に入り、窒息の危険がより高まるために仰向けに寝かせてはならない。また、飲み込んだものを強制的に吐かせるためにサイト薬を用いる場合もある。基本的には、心筋梗塞では、 経費的肝動脈形成術といった原因療法を行う。対象療法としては、生徒薬、グリセオールといった脳圧効果薬、胃内容物の除去として n g チューブの挿入などが行われる。生徒薬としては消化器疾患が疑われた場合は、ドパミン気候薬や抗コ,コリン薬が用いられる。ドパミン気候薬としては、メトクロプラミド、ドンペリドンなどがよく用いられる。 これは、消化完全動運動を更新させることで、内容物が通過することにより、大きが軽減する。常虫、緊虫、座薬、抵抗といった各種薬剤が市販されている。天敵常虫では、速攻性がないことが知られている。進化部の不快感ではなく、腹痛が認められるときは全動の更新で症状が悪化することがあり、注意が必要である。この場合は、 コ,ーコリン薬である、グチルスコポラミンが好まれる傾向がある。コ,ーコリン薬は、腸官全動を抑制することで、悪心、嘔吐を軽減する作用がある。胆管や尿管にも同様に作用する。また内視鏡的に、海洋、炎症所見が認められない、機能性ディスペプシアの場合は、セロトニン 5HT4 受容体刺激薬である、モサプリトがよく用いられる。 また生徒薬に分類されるドーパミン拮抗薬は、スルピリドを除き中枢神経作用は、ほとんどないとされているが稀に衰退外路症状が、出現することがある。新鮮、無動、固縮といった、パーキンソン症候群の形をとることが多く、この場合は、抗コリン薬であるビペリデンなどがよく用いられる。また、胃界用やガードによる、悪心、嘔吐に関しては、 H にブロッカーや P が用いられる。その他、種種の原因で起こる、悪心、嘔吐に対する、生徒役を以下にまとめる。治療に反応しなかった場合は、経口接種不可能であることが多く、入院の適用となる。治療薬の変更よりも、原因疾患の再検索重要となる場合が多い。特に異常がなく不定重訴として、大きい、嘔吐が起きる場合、 消化器機能改善剤であるメトクロプラミドやドンペリドン、ドパミン遮断効果、鎮静効能のある抗精神病薬のクロルプロマジンなどの投与を対象療法として使用される場合がある。人の新生児が生後48時間以内に1回、程度応答することはよく見られる現象である。たとえ正常な状態で生まれてきたとしても、生後48時間以内に1回の応答をする。 新生児が過半数だと言われる。新生児のオートの大半は一過性であり、多くとも数回程度で終わって嘔吐しなくなるので、治療も不要である。しかしながら、中には、消化管が閉鎖しているなどの危険、ミルクアレルギー、分娩時に脳に損傷が生じた場合などが、原因である嘔吐も少数ながらあるために間別が重要で、原因精査が求められる。 土砂物の正常を確認することが、間別の手がかりとなるため、どのようなものを嘔吐したかを観察することが必要である。なお、成人では消化器の領域の感染症や海洋などによって起こる嘔吐が最も多いのだが、小児ではその他の疾患も間別に上がってくる。先天成長閉鎖は、超回転以上でも起こるし、臨場水でも起こりうる。これらの疾患では、 その他の機形の精査も重要となることがある。床などに出された土砂物は反液状で悪臭を放ち、呪うウイルスなど病原体を含む場合があるため、清掃に不快感や時に危険が伴う。水角ラが嘔吐することが多い鉄道液では水分を吸収して処理しやすく、おがくずがストックされていることもある。 東日本旅客鉄道グループの JR 東日本環境アクセスは、紙製の吸水材や土砂物用の掃除機を開発している。バス酔いなどする人は、あらかじめエチケット袋を持ったり、薬局などで売られている酔い止め薬を乗車前に飲んだりすると酔い。長距離バスや観光バスなどでは、エチケット袋が用意されている場合が多い。ありがとうございます。